まあ、各社さんいろいろとこう変化の激しい中において、どうやって、新しいことを生み出すか、モチベーションを上げていくか、そういう人材に焦点を置いた仕組み作りだとか、あるいはいろんな会社がこう統合をしていく、あるいは再編をしていくっていう流れの中で、どうやって、そこの、まあ、大きな枠組みもそうですし、マインドっていうのを落とさずにやっていくかっていうようなお話がとても印象的で、やっぱりそのいろんな改革をしていく中では、トップ経営層のすごくやっぱり強い意志と、でただ言うだけではなくて、それを着実に下の方にまでこう連鎖させていくような丁寧なコミュニケーションっていうのに非常に心を配ってられるんだなっていうのが印象的でしたね。